5日11時45分今日の朝日新聞の一面には、新型コロナの対策として、特別措置法、特措法を適用しようと、今ある新型インフルエンザ等対策特別措置法というのがあるんだけども、これに新型コロナも加えましょうという話なんですね。この法律が適用されると、試験の制限などを含めて政府や都道府県知事が強い権限を持つ緊急事態宣言の実施される。そしてその期間は2年を超えてはならないというふうになってますよというふうに書いてありますな。社説のところに、この政府がやろうとしていることに関して、これまでね、いろいろ桜を見る会の議論やら盛りかけ問題やらで議論を嫌って、さまざまな問題について苦労しろと言いくるめて不信を深めてきた政権の在り方が厳しく問われる。ちゃんとこのコロナのことについて、まともな議論が野党とできるんですかというわけでね。で、このインフルエンザ特措法というのは2013年に施行されたんだね。で、これは毒性の強い未知の感染症を想定として作られた。しかしこの新型コロナというのは感染力は強いけども症状が重くないよって言ってるんだね。これを直ちに当てはるのは無理があるんで、法改正が今起き上がってきましたよ。で、知事の権限でどういうことが起きるか。政府とか知事とかの権限で外出の自粛を求める。催し物の開催や施設使用を制限する。それから病院を作るために土地の使用とか、それから必要な物資を運搬、販売についても政府とか県知事とかが命令を出して、それを強制したり止めたりすることができますよという話なんでね。で、今回のこれまでの安倍さんのやったことに関して、全国的なイベントの自粛や小中学校一斉休校など政府の基本方針にないことを政府の専門家会議に諮らないまま表明しちゃった安倍さんは、はい、一斉休校みんな知らなかったんだね。自民党の中の人すらも知らない状況の中でやりました。そんなことでいいんですか。混乱するだけでしょうがというふうなことが、この社説に書いてあることですね。おい、おい、電車来るよ。で、まあ、この新型コロナについての記事は3年フランスが悲鳴を上げてますよ。4面各党党首の反応はどうなってますか。6面中国の車販売が減っちゃいました。7面は飲食店の対策はどうするんですか。アメリカでは日本を注視しています。そして12面が社説で、14面が IOC オリンピックの会長が、いや、インフルエンザだったってやるよ、東京オリンピックやるよと言ってる。そして25面は子ども食堂が苦慮しています。子ども食堂というのはね、貧しい子どもたちを対象にして、地域のボランティアが食堂を
開設して腹ペコの子供たちにご飯食べさせるっていうところに、そういうところですがね、人が集まっちゃまずいんだということで、困ってますよ。30年には国内感染が1000人を超えました。で、大変だ大変だって言ってるんだけども、繰り返し私は言いますけどね、同じ話でもう飽きたと思うけど、国内感染が1000人超えました。死んだのが何でしたか、100人ぐらいになったんでしたっけ。ところがこのインターネットで記載された記事を見るとね、2月1日までの1週間だけで罹患者数は400万人超えて、今シーズンの罹患者は合計で2200万人、そして死者は1万2000人という話。これはコロナの話じゃなくて、今アメリカで流行っているインフルエンザの話なんだね。今日本でこのコロナがかかった人が1000人超えたら大変だって言うけれども、アメリカでインフルエンザにかかった人2200万人、2月1日の時点だからもう1ヶ月以上経ったからもっと増えてるんですけど、そして死んだ人が1万2000人なんですよ、今シーズンだけでね。どんだけ大変なことなのかって話ですよ。でこのことに大騒ぎしてるように見えないよね。アメリカのインフルエンザが日本に来たら大変だから、アメリカからの渡航を禁止しようなんてね。このインフルエンザのこのかかってそれで死ぬ割合というのはコロナより高いよね。死者が1万2000人ですよ、今シーズンだけで。これで何年か前のアメリカの大規模地震では6万人死んでるんだよね。ただこの問題をちゃんと見れば、コロナよりひどいでないか、本当に心配すべきはコロナじゃないんじゃないの、インフルエンザの方が怖いんじゃないのっていう話になるはずなんだけど、どうも不思議なことにならないんだね。コロナのコロナに関しては学校をもう全部休校にしましょう。日本でもインフルエンザ何百人も死んで2000人死んだとかいう年もありますよ。その時に学校全部休みにしましょうってなったらじゃならないんだよね。だから今度のコロナだけなんかもう世界中が大騒ぎして、やれロマの方がかかってんじゃないの、エリザベス女王は手袋して、握手してるよとかね、そんなことがもう大騒ぎになる。これは不思議だと思うんだけどね。もっと心配しなきゃいけない病気はこのインフルエンザに限らずいっぱい世の中にあって、マラリアに至ってはね、年間3億人がかかって200万人毎年毎年死んでますよ。結核が毎年900万人かかって1150万人死んでますよ。そういう病気は今日本にはないんですか。マラリアはまあ感染することないだろうけども、結核なんていっぱいありますよねって話なんだけども、不思議なことにこういうことだよね。まあどうなるか拝見させていただくしかありませんけどね。そういうことですけどね。おいしょ。
自身をお前も頑張る。ふるさとの声を探し、せめてラジオを聞かせたい。ということで今日はこれくらいしておきます。